はい、こんにちは、ラビットピットです。皆様いかがお過ごしでしょうか。ワールドボディの攻略解説動画続けていきたいと思います。本日の内容はこちら、ワールドボディ週刊チャレンジハード12月5日の週をソロで攻略ということでね、いよいよ2022年も最後の月ということで、今週もねソロ攻略元気にやっていきたいなと思うんだけれども、今週は難易度多分 1,2 を争うぐらい簡単というルールですね。でまず1つ目が特殊ゾンビなしということなので、この時点でねもうかなり簡単という感じです。でアイドリングゾンビが多めに配置されていて、砲弾の頻度が2倍ということなので、特殊はいないけど雑魚ゾンビがいっぱいいるよという感じです。でステージはニューヨーク3面ということなので、ステージ自体もね結構簡単なステージということになっております。なので、まあ、今週はその攻略法ってよりはこういう遊び方もあるよみたいなね紹介動画と思ってください。でまあ、銃撃で行くのか爆破で行くのか、その近接で行くのかということで、ね、普段使ってないやつを練習してみたり、あとはまあおすすめ編成というほどおすすめじゃないんだけど、まあ、何でも OK なんだけれども、何でも OK なだけにいつも使ってないクラスとか使ってみたりとかね、もしくはドキュメントまだ揃ってない人はこの機に何回も繰り返し出やすいのでドキュメント集めに使ってみるとか、レベル上げてる人はねレベル上げにも使いやすいしってことですよね。あとはまあコインですよね。青コインはまあいつでも手に入れられるわけではないんだけど、黄色コインがねまだ足りてないって人は黄色コイン集めにも非常にいいんじゃないかなという感じです。でスキル構成はね、今回私はスラッシャーで行ってみようと思うんだけど、スキル構成はまあ特にないんだけど、特殊関係のやつをね入れとく必要はないんだけど、まあ、変えるのもめんどくさいので、特殊、まあ、ゾンビキルでマスクがかかるっていうのにしちゃって、で強化チェーンソー持ってって、あとはもう適当でいいかなという感じです。でスラッシャーとかで行く場合は近接を脇差しにすると、その忍びっていうスキルが入っているので、アイドリングゾンビを1体キルすると7秒間走っても敵に気づかれないっていうのがあるんですね。だからずっと走り続けられるみたいになるので、今回はその脇差しおすすめだと思います。それではソロ攻略やっていきましょう。スラッシャーでねザックザック忍びでやっていくからってことで、そうじゃなくても特殊ゾンビが来ない時点でスラッシャーでね切りまくってれば、雑魚ゾンビだけだったら本当なんとでもなっちゃうという感じなので、まあ、スラッシャー無双したい人にはね今回はすごくおすすめという感じです。スラッシャーならね一撃でやっつけられるので、ずっと走り続けていって OK です。でスラッシャーの場合は攻撃力が高いので、ヘビーウェポンを持っていくとちょっと攻撃回数が減ってしまうってもったいないので、まあ、特に特殊ゾンビが来てない時はね、特殊ゾンビいる時もミドルぐらいまでのトマホークとかその辺の武器にした方が得なんじゃないかなという感じです。でまあこんな感じでどんどん行くんだけど、特殊がいないけど構えちゃうよねって話だよねまあ普段ね、普段はいるから、ここでいないのに慣れちゃうと、普段あ高火力武器だけど今回持ってってみようか、特殊ゾンビがいたらねこれすごく有効だけど、雑魚ゾンビだけだからまああってもなくてもいいかなって感じだよね。それでは行きましょう。止まらずにザカッ、そしてこの7秒間気づかれないのでザク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 ってことだね。これぐらい固まっててもスラッシャーなら楽勝でやっつけちゃうからオラ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 って感じだよね。非常に気持ちいいという感じです。普段ならねここでボマーとかがわーってきてドッカーってなっちゃって大ダメージなんだけど、まあブルとかもねなんとかなんだけどね、ビリビリってやればなんとでもなるって感じだけどね。まあボマーだね、ボマーがスラッシャーの場合厳しいかなというところだよね。まあ、他のクラスでも厳しいけど、スラッシャーだとでもあのスタンガンでねビリビリってやって離れるという手があるのでね、普段もボマーが来た時とか特殊が来た時は有効かなって感じです。スラッシャーで普段厳しいのは、砲弾をブン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 やチェーンソーとかでやってる時に特殊に来られるとビリビリが出しづらいので、そこでね押し込まれてやられてしまうということはありますね。まあ、そうじゃないならこんな感じでね雑魚ゾンビを一撃でザックザックやっていけるので非常に爽快という感じです。実際強いしね、あとフレンドリーファイアがないから味方を守るのに非常に有効なんだよね。ザクザクザクということだよね。これは中量級かね、二刀流だとちょっと機動力が減っちゃうから、二刀流よりは中量級がねおすすめかなってとこだよね。ていっ、いい感じ、文庫のキック、よし行くぞ。ここもまあ別にいつも通りでいいんだけど、まあ設置置いてタレットガンがピリリリって言うと砲弾が起こっちゃうけど、まあ、そんなに困んないので今回はどんどん置いていってしまいましょう。砲弾が来たら来たでやっつけちゃうので、で雑魚しか来ないけど後ろを固めておけば設置だけで雑魚を貫封できちゃうので後ろ側ね。なので
まあ、あとは前だけやればいいということになるのでかなり難易度は下がります。で後ろ側にねとにかく固めちゃって、特殊が来るときもね後ろを固めてあった方が楽ですね。で特殊が来てもスラッシャーだったらビリビリってやるだけでね援護になるので非常にやりやすいかなとは思います。このステージ特にスラッシャー有効かもしれないですね。あー電気柵2回目だからここに置いとく。これで後ろはねもう完璧なのでほっといても大丈夫だと思います。じゃあさっさと始めてしまいましょう。マシンガンまで置いてあるね。今回はなんか設置が、あロケットランチャーもあるから最初にボーンとぶっ放してチェーンソーでねビリビリやっていきましょう。来ないね。さあ来い。あ来た来た。おれれ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 れやーって感じで、まあ、マシンガンで減らして最初は一番前からしか来ないからね。どこ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 、前に電気柵まであったんだ。そしたらロケットランチャーもさっさと撃っちゃって、これでチェーンソーがない。あれチェーンソーどこ行ったしまったしまった。チェーンソーチェーンソー効果力武器を持ってるからどこどこどこって撃っちゃって、これだけでもなんとかなっちゃうけどね。左から来たけどタレットガンも置いといたからね。ララ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 、とりあえず前だね。横から来たら横もやる、こんな感じ。これでクリーパーとかの心配ないからね。ちょっとなまっちゃうなーって感じなんだけど、まあいいでしょう。さあそしたら前をチェーンソーでやってってことだね。ブン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 とマスクがかかるので、特殊が来る場合もねこのマスクで意外とね一旦敵が見失うので、一度ねうろちょろしてる間に振り向けばまあやれると対処できるということだよね。でボットが捕まりそうになったらここからねスタンガンバーンって上に向かって撃てば届いたりもするので、それはそれで便利です。バンガードだとそれができないんだよね。だからバンガードよりはスラッシャーの方がいいって場面も多いかな。仲間守るならねバンガードよりスラッシャーの方が応用が効くときはありますね。トコ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 ーンで、今回は特殊でゾンビキルで回復はできないので、はい OK 開けていきましょう。弾の補充もヒットポイントもみんな余裕あるね。これでボット引かれたらどうなるんだろうねちょっと気になるところだけど、今度引かせてみようかなって感じだよね。あなんかある、一応もらっとく。一応もらって、ここでクリーパーに気をつける必要はないのでダッシュしていってしまって OK です。あザクッと、いいね。忍び全然気づかれないね。これが忍びの実力ですよ。脇差しもいいね。最初の頃はね脇差し、アフターマスになった頃は脇差しがすごくこれってやりやすかったんでずっと使ってたんだけどね。トマホークの方がまあいろいろヘルスブーストとか考えると応用は効くかなって感じだよね。スラッシャーの場合は鎌で行くことでヒットポイント回復もできるんだけど、鎌だとちょっとね射程距離が縮まるので攻撃力も若干下がるのでね、鎌よりはトマホークかなって感じだけどね。難しいとこだよね。うりゃ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 ー、トゥー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 、あなんかある。これもらってく。メディキットだ。あもらってこう、ついでに私回復した方がいい。まだいいか。弾補充はいらない。近接ばっかりだから弾補充もいらないよねスラッシングゲームになってるけど、まあ、ダークソウル的なね、うん、ワールドウォーダークソウルみたいなそんな感じになってるね。この登ってくるやつも切っていく。おら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 、登らせるかい。おりゃおりゃ、こんなもんできるのもスラッシャーならではだ。さあ行こう。これなんだ、メディキット。あーサンパーだ、火炎サンパー使ってく。お燃やしとけば OK。 行くぞ、続けドーン。やりたい放題だね本当今回ひどいもんだ。難易度がさすがに特殊がいないとこのゲームはね難易度が下がっちゃうって感じだよね。特殊ゾンビがいい味を出しているということがよくわかる。まあエクストリームの難易度になるとね逆にザコゾンビの方が強くなってくるから、エクストリーム難易度でこのミューテーター入るとちょっと難しくはなるとは思うけどね。それでもスラッシャーでいくとダメージがかさばるって感じ。危ない危ない、こっちを抜けて、この辺の設置というかあのクレイモーとかねタレットガンは取っておけばこっちから来るホードをやっつけてくれるので、残せるなら残した方が得といえば得です。これでまああと最後はね設置適当にいつも通りやっていけばいいんだが、アバンテージ3橋にでも置いとく。タレットガンはじゃあ桟橋の入り口に置いていつも通りだね。
まあ、準備もめんどくさいので始めながら準備しちゃうね。さっさと始めて、あ、バトルライフルもいいね。こういったタワーがなくなった時の予備にね、桟橋に武器置いておくと便利です。あとは準備はね、始めながらやってもいいと思います。今回はね。弾を補充して、ザクザクいきましょう。火をつけて、これはなんだい？バーブドワイヤーどこに置く？ここはもったいないから、ここに置けないね。ここに撃ちまくっていこう。最初のフォードはね、もったいないので、爆撃は使わないで、なるべく自力でやった方がいいです。で、2回目のフォードが来た時に、多分、あの桟橋のスイッチが来るので、その時にね爆撃をしていくというのが、まあ鉄板攻略ですね。鉄板通り行ってみましょうか。上にも来たね。やっつけとけ。こいつら厄介だよね意外と。しゃあ、これでウィンチ来たね。なので、まあ爆撃できたらして行きましょう。うれれれれれれれと、ここに置いて、オッケー。うれれ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 れ、いい感じだ。これであとは爆撃して、残りはチェーンソーで片付けるということでいいかな。タタ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 。スイッチ1回目入ります。オッケー。よし、行こう。次はあっちか。よし、あっちのホードをチェーンソーでズバッと片付けて。ゴリャッ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 、あ、いけ。何かどうか、あいうち。爆撃はまだ。よし、じゃあ行こう。クールダウンも起こっていない。オラ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 、行かせるか。バシ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 。このね、10分で1000体のゾンビをキルできるってゲームはこのゲームだけだから、本当にうーん、これほど気持ちいいゲームはなかなかないですね。こっちから来て、あ、こっちからも来てんの。じゃあ燃やしとくよ。とりあえずさっきね、クレーマーとかタレットガン取っといたから、かなり数が少ないですね。オラララララララ、レレレレレ、ブリーチングチャージあるから開けとこうか。今更だけど、今更ながら開けていく。こっちも燃やしていこう。うわ、いっぱいいる。まずはこれで、そしてビリビリいくぜ。おー、爆撃いきましょう。そろそろ次のウィンチだね。 OK、 じゃあ爆撃いって、よいしょ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 、それいけ。ダレットガンはとりあえず置いといて、ここにバンテージ置くの忘れてた。バンテージ置いて、回復して、メディキット拾ってくる。アネッタがやばいね。まあいいか。使えるなら使ってくれ。よっしゃ、オッケー。アネッタも回復。これで、敵がいなくなってしまった。さすがだ。さすが爆撃。すごいぞ。メディキット拾ってもらえたら拾ってもらって。あ、なんかいっぱい来た。たた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 。やばい、危ない。やばい、危ない。ペイロードに持ち帰っちゃおうか。これ何、タレットガン、電気柵、何だか分かんないけど、何もいらないっちゃいらないんだけど、ここに電気柵置いとこ、いっぱい来たから、オラ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 、ザク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 。この忍びのね、フィニッシュモーションかっこいいよね、スパーってやつ。オラ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 、パパ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 、やりたい放題だぜ、スパンスパンスパン、浮いて、あ、いててて、おりゃりゃりゃ、あれどうする、塊。これ以上はやらせん。無理やり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 、切っていく切っていく切っていく、無理やり切っていく。あった、マスクがかかった。やってやるぜ。ふん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 。すごいことになっている。これは強引すぎたか。だが大丈夫だ。いけるいけるいける。すごいな、切ってるだけなのに。いや、スラッシャーいいね。あ、せっかくだから電気柵も置いて。これでいざって時に待機役できるぞ。バンテージで回復もして。うらうら。最強だぜ。まあ、こんな感じとなっております。タイタニック切りまくるのがまた楽しいね。うん、このミューテーターを入れて切りまくるというのはまた爽快でいいかなと思います。まあ、よかったらね、参考にしてみてください。それじゃあね、今日はこの辺で終わりにしたいなと思います。ご視聴の方ありがとうございました。ラビットでした。皆様の良きワールドボーズイライフをお祈りしております。それじゃあまたね。